遠山智中遠山智中名は9年6月13日は、美濃国内議藩の第7代藩主。第4代藩主、遠山智春の三男で、第5代藩主、遠山智湯の弟。子に、遠山智清、娘、娘、娘。官位は、十五位下、泉守。陽名は左平。教法7年6月15日、兄友義の遺言により、 美濃国カモ軍などにおいて五百国を分置されて、旗本となる。寄り合いに所属する。同年六月二十八日、将軍、徳川吉宗に拝越する。教法十七年うる五月二十五日、第六大藩主で、老井の友将の死去により、末期養子として家督を相続した。友王の藩主相続にあたり、 分置されていた500国を幕府に返上した結果、表高が1万21国となった。同年7月21日、将軍、徳川吉宗にお目見えする。同年12月16日、受後医師と泉守に常任する。倹約令を緩和しているほかは、病弱であったために反省において、特段の知跡は見られない。原文5年8月27日、 家督を養子氏の友明に譲って隠居し、明は9年6月13日に68歳で死去した。母所は岐阜県中津川市内にのウ林寺。ありがとうございます。